はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム IF 白夜王国編では18章ですね、やっていきたいと思います。そういえば前回サクラとかも20レベルになったけどマスタープルーフを使ってなかったんで、ちょっとレベル20のやつらを全員進化させましょう。ソシアルナイト、まずこいつだな。あれ間違えちゃった。何個持ってる今。最悪買わないといけなそうだからな。あ、でも3個あるか。使うと。ソシアルナイトはどっちにすればいいんだ？パラディン、グレートナイト。移動力が増えないな。力とヒットポイントがめっちゃ上がるけど、魔法防御が下がる。守備もめっちゃ上がるな。偏ってんな。これはなんかまんべんなく上がる感じだな。ソシアルナイトよりも優れた能力。剣、槍、斧、すべてを使いこなす。すげえな。こいつ完全に壁役にしよう、サイラスは。グレートナイト。さあ、雷に打たれて、目覚めるがいい。サイラスよ。うわー。目覚めた。ごっつい。すげえ斧が使えるようになった。と、あと誰だ？こいつも19レベルだ、錦。いつの間に。メイドとかはないよね、多分。ちょっとわからんけど。おー、マスタープルーフー。あ、使えねえわ、やっぱり。ダメだ。メイドは特殊なんだ。サクラは別に特殊じゃないよね。マスタープルーフ受け取る。で使う。巫女さんは何になればいいんだ。戦巫女かっこいい。陰陽師。陰陽師は多彩な呪術と学問を極めたもの。呪いと、あ、どっちがいいんだろうな。仲間を癒し。あ、弓使いか。あ、いいかもな。力めっちゃ上がるな。戦巫女。こっちにしよう。戦える戦士にしよう、さくら。さあ、お前は回復役からようやく戦える巫女になるんだ。おお、ビビ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 。目覚めたぜ。おー、すげえすげえすげえ。ロック上がったよ。どんな格好でもってなんだ。弓が使えるようになった。やった。弓飛びさせよう、早速。弓、追いはぎの弓しか、E だから多分全然使えないんだな。追いはぎの弓しか使えない。まあいいや、こいつにしとこう。で、あとは誰かいたかな。メイドちゃんも多分レベル21になってるってことは無理なんだろうな。これパラレルプルフっていうのがあるな。パラレルプルフは、あ、使える。あ、使っちゃった。あ、びっくりした。ブレイブヒーロー。ボーナイト。あー、なんだろうな。多分上級職ではないから。あ、でも機動力がここら辺上がるな。めっちゃ下がる。魔力だからな、今。ストラテジスト。ヒットポイントが下がるか。とりあえずこいつはこのままでいいや。預けよう。ってことは、あとはアクアとかあんのかな。アクアは完全にもうこいつ一色っぽいよな。でもパラレルプルフ使えんじゃん。あ、上がる上がる、めっちゃ上がる。歌うが使えなくなるとかあるかな。やめとこう。ちょっと自信ないからちょっとやめとこう。こいつは歌う専門で。あと誰だ。こんなもんか。よし、とりあえず上級職がだいぶ増えてきたな。というところで、次行きますか。18章。アンヤ王子レオン。フローラの悲しい最後に、改めてガロン王を倒すことを強く決意するミカミックスたち。王城へと急ぐ途中、王国で最も闇が深いという森へと差し掛かる。アンヤ王子レオン。こいつともお別れか。ここでぶっ倒して。
葉っぱが全くないな、この森は。なんかちょっとした町みたいになってる。町というか。一応なんか人がいそうな感じだね。この森真っ暗だね。木が空を覆い隠して、月も星も何も見えない。さっきからずっと闇の中を歩いてるみたいだよ。ここはアンヤ王国の中でも最も深いところと呼ばれているらしい。だがこの暗さのおかげでアンヤ兵も俺たちを見つけることは困難だ。ここを抜ければ一気にアンヤ王国の北側まで行くことができる。北側、王都に近づくってことか。じゃあもう一踏ん張りだね。とは言ってもこんなに暗いとどっちが北か南かわからなくなりそうだけど。メカミックス様、この森は私が幼い頃に何度も遊び場にしたことがありますから、今さら迷うことはありません。そういえばこの森に来るときはいつも姉さんと一緒でした。フェリシア、すいません、もう立ち直ったはずなのに。見慣れた場所を通ってしまうとダメですね。いや。謝ることじゃないよ。すぐに立ち直れないのは当然だ。辛い時には無理に元気に振る舞わなくてもいいんだよ。ありがとうございます。でもいつまでも悲しんでたら姉さんに笑われちゃいますからね。私頑張りますよ。根は深い。龍馬兄さん、気のせいかもしれないけど、僕たちさっきから同じところをぐるぐる回り続けてる気がしない？いや、そうは思わないか？周りが暗いから錯覚しているだけじゃないのか？そうだといいんだけど。ん？どうした？ちょっと変なものが見えて。あの向こうにあるの、なんだろう？動物か何かか？目印くらいつけろいや。よ。何か光ってるように見えるんだけど。あ、あの青いやつか。なんだこれは。人玉？いや、敵の幻影か？お、増えてる。逃げよう。もしかしたら敵が近くにいるのかも。いや、ダメだ。すでに囲まれている。お、墓場からアンデッドが蘇る。ここはお墓。おお、ノースフェラトゥが出てきた。しかもたくさん出てきた。ノースフェラトゥだ。よりによってこんな闇の中で戦うことになるなんて。こいつらは動きがおかしいぞ。明らかに意志を持って行動している。ミカミックス、こいつらを操っている者がどこかにいるはずだ。なんだって。でもこの闇では何も。無様だね。ミカミックス、白夜で過ごすうちにすっかり光に慣れてしまったのかな。誰だ。随分な物言いだね。その目で見ればすぐにわかるじゃないか。ほら、僕はこんなに近くにいるのに。どこにいるの？おお、すげえすげえすげえ。これまずいだろう。登場が裏切り者かっはこよすぎる。アンヤ王国の恥さらしだ。おお、すげえ。死をもって償い。レオン、覚悟はいい？この前の借りを返しに来たよ。今日は必ずお前を倒す。もう逃げも隠れもしないさ。ここがお前たちの墓場になるんだ。うるさい！僕たちがお前なんかに負けるわけないだろう。お前の父、ガロン王を倒すまでは倒れることなんて許されないんだ。邪魔をするつもりなら容赦しないからな。この僕を倒すっていうの？それでも構わないよ、僕は。僕のこの闇に耐えられるのなら、いくらでもかかってくるといい。お前たち、白夜の輝きなど、僕の前では無力なんだ。こんな風にね。なんだ、足元が沼に。底なし沼か。なんだ、この沼は。力が吸い取られていく。危ないぞ。みんな、早くここから出ろ。みんな。この沼が何だって言うんだ。別に何の変哲もない、泥水じゃないか。そういえばあんたも闇に育てられたんだったね。闇に？まさかこの沼は光よ。白夜王国の人間を倒すためのものなのか。逃がさないよ。
月も星すらもない暗黒の森では光はすべて闇に飲まれる。夜のない世界で生きてきた奴らは闇の力に耐えることなどできないんだ。けどまさかお前に通用しないとは思わなかったけどね。本来ならあんたも闇に飲まれた暗夜の人間なんだ。それなのに闇を裏切って光についた。やめるんだ。もうやめてくれレオン、君とは戦いたくない。目障りだね、その態度。僕はお前と戦いたいな。マークス兄さんはいつもお前ばかりを評価していた。カミラ兄さんだ姉さんだって僕よりお前の方を愛していた。だからずっと気に食わなかったんだよ。お前がアイヤ王国にいた時からずっとずっと白夜の血族だと知っていたらもっと早くこの手で叩き潰してやったのに。そんな、レオン、僕のことをそんな風に。裏切り者、今ここで死ぬがいい。レオン、なんて叫ぶんだ。おお、そして戦闘か。まず鍵付きの扉があるとかないとか。墓結構狭いな。こんなもんか。龍脈がある。まあいいか、大丈夫そうだな。今回ちょっとマジで行かないと、匠出さないと忘れる。最後にいるから。あとは絶対出さないといけない。アクはサイラスもパワーアップした。フェリシア、サクラ、コウギリ、ユーギリ、リョーマ、クリムゾンだな。あと5ユニットは、まあ、適当に火のかか椿かどっちかか、こちらな。そうするとオロチ入れるだろう。モズメも入れとこう。ヒナタも入れといて、あと1匹ニシキがな、19レベルだからこっちにしよう。他は大丈夫だよな。よし、これでいきましょう。お、敵か、敵が出てきた。いっぱい、本当にいっぱい出てきた。匠がここで攻撃できるから倒す。楽しいな。手を貸すよ。うわ、でやー、一件落着だね。しまった、左に置いとけばよかった。まあいいや、でもオロチが攻撃してくれるはずだ。こいつは右に派遣するか。倒せる、いくぜ。だっ、 0% って相手の命中率、いい相手だった。異常だなこいつ、一人で無双できんなこっちは。匠がここにいるからここでも攻撃が可能だ。まあ自分で行くか。ヤトの神、潰してやる。お、流突ブラ、これでいいんだ。ノスフェラっていうくらいだったらなんか楽勝だな。数で攻めてきてる感じだから。あ、残る甘く見すぎた。うお、倒した。レベルアップ。こいつもそろそろ次の職へ行きたい。ってモズメちゃん、モズメちゃん信じている。ほい、やったで。オッケーイ。でこいつは壁、あんまりぶん殴られすぎると死にそうだからな。数を減らせるうちに減らしておこう。ここでタックに 30×2 って異常な強さだな。よかった。さくらも攻撃ができるんだよね。いいね、回復して戦える戦士弓強っ弓無双だなこのゲーム。ここにも敵がいるな。まあこいつで倒すか。俺がついてる。おお、りゃ誰にしようかな。アクア、たまには戦闘に参加させるか。お
追いはぎなぎなた。これの効果が全くわからない。これさあ、 D に上がった。やった。フェリシア、フェリシアをここに置いて、まあ倒せるやつから倒していく。ルーマ手裏剣、うまい、上出来です。でソシアルナイトをここに置いて、いやここって、あ、射程は2でいけるはずだ。わあ、ヒットポイント2残るか。まあいいや、反撃を受けないから。おお、でドラゴンナイトあんまり活躍しなかったなこの前。行きましょう。キラーアクス、あ、クリティカル 32% クリティカル、すげえな。で天魔倒せるときに倒そう。もういいや、死んでも。サポートする。ほい。俺の勝ちだよ。めっちゃ経験値上がるな。で、こいつはよし、オッケー。ほら、ほら。サックサクいくな。サックサク。来たか。だがその程度でやられる私ではない。うわ、食らったか。しかし自動ヒットポイント回復あるからな。やっちまおうぜ。いてやっぱり魔術師は防御力が弱い。それはしょうがないな。4割はみかってくるとは愚かなやつだ。ここら辺はあらかた殲滅した。いたフォロー値がちょっとやばい。錦もなぜか減ってる。少し進軍するか。要は沼地にいるとまずいってことだよね。龍馬もちょっともう上に行こう。ガンガン、このままガンガン攻める。どうしようかな。キツネくんもレベル20にしときたい。変身、楽しかったよ。よし、マックス。ブザも置いとこう。最後に魔力が上がった。こいつもぶっ倒さないといけないから、どうしようかな。椿で倒せるかな。8残るか。オロチでこいつを攻撃して、せいや13くらいだったら当たるかな。当たるな。 7×2 か。相変わらずのパワー不足だな、こいつは。聞いて、完全勝利と。これって何レベルだ。416か。さあ、まあ力が上がってくれたからよしとしよう。でコーギーちゃんはここからぶっ倒すと。おい、ゾクゾクしますわ。さらばだ、安らかに眠れ。そしてこいつの名前ユーギリか。毎回間違えるな。ソシアナイトめっちゃ進める。てかもう敵が全然いないんだけど。だいぶ制圧したなこの地域は。こうも簡単に制圧できるとは。来た。なにー、へへ、いいねその顔。俺のこと欲しくてたまらないって顔してる。レオン様の許しもあることだし、お望み通りいいことしてやるよ。危ない。ふんふん、無駄。なに、回避率が高いこいつ。
また復活してきた。雑魚がわんさか湧いてくる感じか。なるほどね。じゃあまずはこいつを殺すか。アドベンチャラーって戦闘力86。まずは龍馬だ。殺せる。殺そう。サポートします。死んでもらう。流星。なんだ。うわ、強い。何回攻撃してんだよ。異常だ。これ以上は壊れちまいそうだ。悪いが続きはまた今度な。おー、いいね、経験値いっぱい持ってる。ふん、お、銀の歩みを手に入れた。あとはこいつらは追撃で倒そう、ほっとこう。なんで戦えるやつから戦っていくか。なるべくならダメージを食らわない方向で。完璧に勝つよ。見づらい。これでレベル18か19か。あと1位。こいつも魔法防御がめちゃくちゃ高いな。準備はいい？ OK だ。俺ならできる。クリティカルなんて出なくてよかったのに。完璧完璧。で、弓部隊はとりあえずここら辺に待機しとくか。ちょっと待って、ここだな。で、俺がここにいて、少し回復させるか。夏祭り、おろちちゃんが結構減ってきたからな。さすがにやばい。で、キツネがだいぶこれ集中攻撃食らうぞ。ここにいると倒せるか。倒せるけど食らう、まあ、しょうがない。変身せいや。おお、貸したナイスだ。これはでかい。あ、そうだ、こいつもマックスだったんだ。しまった、キツネ野郎。ちょ待って、歌って。キツネちゃんはもう完全援護だな。倒せないな。モズメいける。何体いるんだよこいつら。倒せなかったか。見て、食らった。オッケー、こいつも19。このまま20組をどんどん増やしたい。ちょっとユーキリちゃんでこいつをぶっ倒すか。せーやクリティカルクリットなんでこういう時に出るんだ。次はどなたでしょう。で、ドラゴンナイト。こいつは遠距離から行くか。楽しめそうだね。やっ、どこ行けんだ。オッケー、ありがとうございます。で、ここでこうやって始末すればオッケーだな。よーし、回転を回します。いや、いいね、強い強い、強い。だいぶ上級職も増えてきたっていうのが良かったかな。サイラスはここで行くか。倒せないとしょうがないな。行きなさい。おい、あれ、なんでこいつが援護に入るの。お、倒せるかこれ。倒した。クリティカルで12って弱い。こいつもな、倒したいと言えば倒したいけども、まずこいつで減らそう。うわー、死にそうになるな。まあいいや、こいつはもうすでにレベル20だからな。死んだところで痛ではない。ああ、クリティカル出た。なんで倒しちゃうんだろう。何にもない。こいつで倒したかったのに。なんてこった。来た。うおー、死ぬぞこれは。真っ黒に塗りつぶしてあげるよ。君の命も未来も何もかも。かわせ、 39% ならかわせんだろう。おお、ナイス。
レオンは次勝たすか。メイドに反抗とは命知らずね。すみません。こいつらも結構来るな。8ずつ食らうのは結構きついぞこれ。あと2回食らったら死ぬもんな。こいつのクリティカル率高え、 32% って。ダブルレベルアップ。わあ魔力上がんなかったか。2個しか上がんない。最低3個だな、できれば4個っていう。狙ってくるか。俺は闇に導かれし戦士、漆黒のオーディン。かっこいい。そこのお前、逃げるなら今のうちだ。今日の俺は手加減ができそうにない。無駄。 73% をかわしたのは純粋にすごいな。痛い。ではまずはそのオーディーンとやらを倒すか。うん、倒せるな。食らうけどしょうがない。俺は漆黒のオーディーン、久しいな。ミカミックスよ、我が偉大なる主レオン様の命とはいえ、長きにわたり王子と慕った貴様に対し、敵として刃を向けなければならぬ運命を無念に思うぞ。うん、思ったより反応が薄い。俺と会えて何の感想もないというのか。そんなことないよ、君レオンの部下だろ。また会えて嬉しいよ。ミカミックス様、残念です。本当にあなたが敵になるだなんて。力が貴様を前にすると血が騒ぐと言ったのだ。早くその息の根を止めて我が主の念願を叶えてやろう。だがお前の命はそこで終わる。ここで終わりか。そうだ、終わりだ。貴様なかなかやるようだな。今日のところはおとなしく引いてやることにしよう。いてててなんだ、かっこいいキャラだと思ったらそうでもなかったな2枚目ぶってるけど3枚目みたいな、そんなキャラか。さようなら。あとはレオンをぶっ倒すか。龍馬をここに置いて、あ、一発で倒せんじゃね。ま、所詮レオンはレオンであったか。音がかっこいい無駄だな。てか龍馬の回避率が半端ねえな。お前すげえ。なんかにまだだ。お前たちを全員倒すまで僕はまだ。おお、経験値もすごい。力の雫、あ、これで終わりか。下のやつら倒しときゃよかったな。勝負あったね、レオン。もうこんな戦いは終わりにしよう。終わらないよ、ミガミックス。この戦いはお前か僕か、どちらかが死ぬまで終わらない。いや、そんなことはない。どちらかが死ななくたって戦いを終わらせることはできる。くそ、まだそんな甘いことを。だから僕はお前が嫌いなんだよ、レオン。分かってくれ。白夜王国とも本当は争い合う必要なんてなかったんだ。苦しみから逃れるためにどちらかを滅ぼそうなんて考えちゃいけない。ガロン王のしたような相手を力でねじ伏せるようなやり方は間違ってるんだよ。諦めなよ。そんな甘い理想を抱くのは、これは戦争なんだ。アンヤと白夜は戦争をしているんだよ。戦争とは殺し合いに他ならない。殺さなければ殺されるんだ。どんな手を使おうと戦いは勝たなくてはならない。負ければ全てを失うんだ。領土も民も家族もそして命さえも。違う。白夜王国の人たちは暗夜王国から帰ってきた僕に対しても同じ人間として接してくれた。暗夜王国の王女だったアクアのこともだ。ガロンは間違っている。戦いを終わらせるには彼の間違いを、君の考えを正すしかない。すまない。動かないでくれレオン。動いたら刃が喉を裂くことになる。やればできるじゃないか。さあ殺せよ。そして望み通りこの戦いは終わりだ。
来ないのか？お前がやれないなら僕がやるまでだ。僕の魔法でお前を。何？なぜ逃げない？うん、そういう君はなぜすぐに魔法を打たないんだ？それはいいかい？レオン、僕は知ってるんだ。君が本当は優しい男だってこと。黙れレオン。黙れ。お前に僕の何がわかるんだ？僕にはわかる。いや、わかんねえよ。だって僕はレオンの家族だったんだから。諦めない。僕は君のことを、口では僕のことを殺すって言ってるけど、本当はそんなことしたくないんだろう。本当に殺す気なら今だっていつだってそうできたはずだ。信じてる。レオンは僕を殺さないって。裏切り者の僕がこんなこと言う資格はないのかもしれないけど、僕だってレオンと戦いたくなんかない。だって僕は君がレオンのことが今でも大好きだから。なんだこいつ気持ち悪いな。俺だったらここで魔法をぶっ放すね。バーン、キモーみたいな。ごめん。ごめんじゃねえよ。お前も何なんだよレオン。嘘だよ兄さん。嫌いだなんて嘘だ。本当は僕だって兄さんのことを、うん、いいんだ、もう何も言わなくていい。なあレオン、力を貸してくれる気はないか？アンヤと白夜のこの戦争を終わらせるために。そんな。僕にも裏切れっていうの？父上を、マークス兄さんやみんなを裏切れって、殺せっていうの？ミカミックス兄さん、僕はどうすればいいんだ？レオン、それはあなた自身が答えを見つけるしかないわ。何？いい。あなたがどうすべきかという答えはあなた以外誰にもわからない。でもこの水晶をあげる、もしかしたら答えの手がかりになるかもしれない。ん？なんだそりゃごめんなさい。この水晶の正体は私の口からは言えないわ。けれどきっと導いてくれるはずよ、あなたの進むべき道の答えを。だからあなたの真実はあなた自身の目で見てきて。わかった。え、なんで水晶をあげたの意味がわからん。ねえ、アクアと言ったね。あなたはアンヤ王国から連れ去られた王女だと聞いている。つまり僕の姉にあたる人だとね。いいえ、私はあなたの姉ではない。え、うん、ああ、僕もそう感じている。じゃああなたはどこから来た何者なのか、それがわかれば僕の出すべき道の答えもわかるのか。ええ、なるほどね。なら行くよ僕は。レオン兄さん。僕は納得したわけじゃない。アンヤ王国を裏切ったこと、兄弟たちを悲しませたこと、それだけはやっぱり許せない。もしアクアの言葉に偽りがあったのなら、今度出会った時こそあなたをこの手で倒す。なんでアクアの、なんでなんだ、マジでわからんの。でもその前に、今のままじゃマークス兄さんに全員やられちゃうかもしれないけどね。いいかい、あの人の本当の力をあんたたちは誰一人として知らない。次元が違うんだ、ここにいる全員でかかったって。絶対に勝てない、今のままじゃね。そんな。ねえ、どうすればいいのレオン。いや、レベル上げりゃいいと思うよレベル上げて上級職についてレベル上げりゃいいと思うよ。そう、教えて、あなたならわかるはず。偉大な兄を持ち、ずっとそのことに苦しんでいたはずの弟のあなたなら。そうだね、マークス兄さんに勝ちたいならノートルディア公国に行くしかない。ノートルディア、知恵の国か。ああ、虹の賢者に会いに行くんだ。マークス兄さんは彼に会い、何かを得てアンヤ最強の騎士になった。ドーピングか。でもそこに行くには兄さんたちが今まで来た道を半分以上戻ることになるけど。確かにノートルディア公国はアンヤ王国と白夜王国のちょうど中間の海上にある。ここからだとまずアンヤ王国から出てガロン王と戦ったミューズまで行き、もう一度船に乗る必要があるな。まさか。そんなに。ねえ、どうする、それでも行く覚悟はあるの？それともこのまま一か八か突っ込んでマークス兄さんに倒される？物語的にまだまだ17話18話だからな、戻るだろう行こう、ノートルディア公国へ。え、本気なのミカミックス兄さん。うん、勝算のない戦いはしない、それが俺の主義だ。
どっちみち今の僕らじゃマークス兄さんに勝てずに死んでしまう。この戦争を本当に終わらせたいなら万全の体制で王城に行かないといけない。そのためならたとえ時間がかかっても戻るしかないと思う。すまない。これは僕のわがままだ。もしみんなが無茶だと思うのなら僕が戻るまでどこかで身を隠して。はあ、何言ってんだよ。別に行かないとは言ってないだろ。え、あ、私も共に行くぞミカミックス。はい、私もです。みんな、まったく。お前はもう忘れたのか。国境を越えるときに言っただろう。お前と共に戦うとその気持ちは今でも変わってはないさ。そうね、龍馬の言う通りだわ。ありがとうみんな。へえ、どうやら本気みたいだね。じゃあ僕も手助けしないことはないよ。はい、これ。古い書物？これは何なんだ？ん？水晶玉のお礼ってとこかな。敵に借りなんて作りたくないし。いや、そうじゃなくて何に使うのこれ。ああ、これはワープの書って言ってね、一瞬でノートルディア公国に行ける代物だよ。へー、一瞬でノートルディア公国にって、すげえ、一瞬で行けるの？ノートルディア公国まで。そうだね。もちろん帰りは初めに書物を使った場所。今この場所まで戻ってこれる。古いから一往復分しか使えないけどね。すげえな、とんでもねえ代物だな。それでも助かるよ、すごく。ありがとうレオン、本当に。おじけづくようなら渡さないつもりだったけど本気で戻る気だったからね。そんなバカ兄さんぐらいのものだよ。昔からいつもそうだレオン。さてと、僕ができるのはここまでだよ。それじゃあね兄さんたち、また会おう。お、馬に乗ってたんだ。行ってしまったな。うん、あの笑顔だ、あれがレオンだよ。アンヤ王国でいつも近くにいてくれたちょっと生意気で優しい弟のレオンだ。レオン、すぐには無理かもしれない。でもいつか君の真実に出会ったら僕たちのところに戻ってきてくれ。闇に閉ざされたこの国に光をもたらすために。ということで第18章終了したので、今回はこれで終わりにします。